5月26日金曜日です。今日はこのシューマの70-300がいいか、ニコンのちょっと古いレンズですけども80-200がいいか、それをテストしています。こっちの方が 300mm まであってレンズも軽いので持ち運びにはいるんですけども、 F 値が4-5.6、 こっちは、ちょっと古いレンズですけども F は 2.8 通しということで、まあ、レンズとしてはこっちの方がいいんですけども、まあ、最近のこの軽いレンズがどうなのかということをテストしたいと思います。このシグマの70-300のレンズですけども、これのレックはしてない、ちょっとプラスチック感があって、まあ、高級なレンズには見えないんですけども、まあ、価格の割にはすごく使いやすく作られてるんじゃないかなっていうふうに思いました。写りはこれを見てちょっと確認したいと思います。それでは。